ジミー・カーターがアメリカ大統領に就任した今から40年前、西武鉄道で新たな車両が開発されました。2000系です。これは2003編成一次車です。もともとは6両固定としてスタートしましたが、今は8両編成として活躍しています。側面には旧シンボルマークを見つけることができます。終戦の年から使われているマークです。縦軸式のマスコン、ブレーキ弁を備える運転台です。どこか懐かしさを感じる車内。まだまだ現役活躍中ですが、40年の時間の中で疲れが見える箇所もあります。側面、行き先表示器です。 LED の劣化に伴う表示のムラが目立ちます。ところどころ緑色になっていたり、点灯していない箇所があります。間違いなく西武の一時代を象徴する車両です。いつまでもその雄姿を眺めていたいものです。